こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンで、長期在庫保管料、いくらになるんでしょうかと。えー、まあ、いくらですという全体の金額はね、別な動画、あるいは記事でご紹介したことあるんですけど、具体的に個別の商品でいくらかかるのか、まあ、知ってそれを商品の破棄基準とかね、赤字でも損切りする基準にしたいと。 いうことなんでね。まあ、それはそうだな。気になる人はやっぱり気になるだろうということでね。えー、状況完了の確認の方法をお伝えします。まず、セラーセントラルのこのレポーツのところでね、フィルフィメント、ここをクリックしてください。そうすると、右にこういうふうにね、出てきますんで、ペイメンツの中のロングタームストレージフィーチャージス、ここをクリックしてください。そうすると、 まあこのようにこの商品がずっと並んでてね。えー、例えばこれは12ヶ月を12ヶ月超えてると。ね1個あるよと。売れてなくてほったらかしの商品あります。で、えー、26セント、ねえー、ですから23円 ?2 円、えー、かかりますと、ね。あるいは8円かかりますというようなのがわかります。で、この長期保管料ね。まあ特に でかい商品じゃないから、こう、こういう大したことない金額なんですけど、まあ、それより何より、長距完保管料、量以前に、回転率が悪いとね、今ね、えー、在庫制限っていうのがかかってきちゃうんで、まあ、売れない商品は、まあ、そうですね。まあ、ある程度の期間で、目切りをつけると。で、売れて回転する商品だけを、こう、豊富に扱って回転率を良くすると。 いうのがね、在庫の制限がかからずに、しかもカートも取りやすくなって売りやすいというようなね、ことが分かってきましたんで、まあ、長期他保管料かかるからうんぬんっていうよりね、もうその、儲けるためにはこの売れる商品を見つけて、それを回転よく売っていく必要があるということでね、どんどん商品探しをしていってください。またこのね、長距離在庫保管料の確認の仕方でも、他のことでもね、 疑問にに思ったらお気軽どどんどんご質問ください、まあ、質問はね、えー、個別サポートの会員しかできないわけじゃなくて、チャットサポートの解散も、マニュアルサポートの解散もできますんでね、えー、で、まあ、その、あ、これはみんなにシェアした方がいいなという記事であれば、あの質問であればね、その会員種別に関わりなく、本当は質問の範囲じゃないんだけど、わかりやすくいい質問だから、動画作ってお知らせしようというような形でね、シェアしたりもしますんで。 まあ、もやもやして、いろいろ自分で調べてね、えー、その調べるので時間食っちゃったり、調べる過程でね、ネ、えー、ガティブな情報、あるいは間違えた情報を身につけてね、えー、売り上げ伸びなくなっちゃうのももったいないんで、えー、疑問に思ったこと確認したいことは、もうほんとどんどんお気軽にご質問してください、えー。ご質問、ご報告をお待ちしてます。以上、アマゾイサポーター、堀秀夫でした。